はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。はい、ミンゴルがですね、アプリをバージョンが 3.0 に変わりまして、これ正面見てもらうとミンゴルキャディというのがいます。このキャディが、ツアー行きましょうよ、ツアーということで、アドバイスを送ってくれるみたいですね。で、このツアー機能が加わったというふうにアプリモードで書いてあります。なんだろう、このツアーって。ツアーでゴルフはキャディーと一緒にツアーに挑戦して勝利を目指す。なかなか。ツアーランクですか。まあ、ひとまず、クラブ学習っていうのがあるみたいです。なんだろう。やっぱりパワー系のクラブが有力なんで、それ欲しかったりしますよね。クラブセットっていうのがあるみたいですね。ボールも一つから一つ選べるみたいです。この辺かな。確定ですね。まあ、死ぬほど言わずに、なんだこれ、SD カード調度がありますよね。違う。まあ、死ぬほど言わずに、ツアーへ出発してみましょう。まあ、ツアー、勝利してツアーランクを上がるってことですよね。なんか単純にゲームやればいいような気が。なんだろう。なんか消費した。あ、どうも、プレイするにはポイントがいるみたいですね。かわいいですね。レッツゴーが。ボイスが入って音楽もなかなかいいです。おっと、あと時間がどんどん消費されていくんで早くやれってことですよね。カメラ見てみましょう。まあ、そんなに難しいホールじゃない。おー、なんかこの辺もボイスが入るんでしょうかね。はい、ミオとワンオンです。スキルスパイラル、なんだよこれ。
スキルが。お、なんかすごい見てる見てる見てる。早う打てよっていう感じですが。わあ、アイコンが。いいですねってなんか不幸、他人の不幸を喜んでるような感じがする。なんか空気読めなさ系でしょうかねこれ。いや、はよプレイしろよ。おっと、近い子まで来たぞ。ちょっとなんか下へ傾いてる感じはする。結構傾くのか。もっと行かないといけない。この辺まで行かないといけないみたい。あんまり良くないか。惜しい。相手ってもしかしてコンピューターのプレイ？プレイヤー？あ、これ、もしかしたらマニュアルの相手なのかな？あれ？死んだ？まさか離脱した？相手は。ギブアップかな相手。もちろんあの回線が落ちたということも考えられるんですが、ちょっとなんかテンポが良くないなこの機能。戻ったかな？それ、でもなんか透けて見えてるし、なんか天使の輪がついてるな。戻ったのか戻ってないのか。どうなってんだこれ。止まってるやん。相手ももしかしてこのあの悩みに突き動かされてんのかな。なんかちょっと不安定すぎますね、この機能。結局ですね、もうあの戻らないので一度あのリセットしてやり直してます。今ローディング中ですが、打った、入った。
これは普通に入るでしょう。やりました。あー、いいなー、このキャディーさん。パートナーポイントが貯まると、キャディーのパートナーレベルがアップ。さらに、どうも、クラブなどの連動が上がるみたいですね。あ、配達がいるんか。もう一回あのツアーやってみましょう。なるほど、あの勝てば 5プラスになって、負ければ2マイナス。さあ対戦相手を募集です。まあオンライン対戦ですよね。なかなか相手強い相手だよな。さあこれは池沿い、バンカーがちょっと多いホールですね。相手が先行、光ってどうも相手に対して池っていうのは気に入らんな。しかも、うん、ちょっと勝ち目ないな。さて、うん、普通にこれも飛ばしてもいいと思います。あーっと、あんまり良くないかも。あーっと、あー、バンカーへ。やっちゃった。戻った。まだ打たないのか？あ、ツーオンしそう。おっと、いけいけ、いけにいけとはならないか。これはいいショット。リカバリーできたかな？近い！おー、スリーオン。あ、これパー4なんだ。相手も3ダメですね。なんか本格的ゴルフになってきた反面。3.8m、 これ外したら面白いかもしれないが。は
られたか。これは負け決定ですね。なんだろう。本当にそんなですね。ああ、でも何々してくれるだけで嬉しかったりします。おっと、キャディ習熟度がアップした。何でしょう。おっと、なんかプレゼントがあるぞ。はい、というわけで、ここまで、やってみました。はい、まあ、いつも通りですね、チャンネル登録、ブログ、ツイッター、最後の20秒動画などよろしくお願いいたします。はい、ゲーム動画でいこうでした。